こんにちは、八るです。えー、やっとお仕事が終わり今7時半ぐらい7時半ぐらいですけど今からお家に帰りたいと思います。これね、えー、いつも仕事帰りに、えー、ちょっとコンビニとか寄って明かりがあるところにね寄ってね、あのー、動画を撮ってるんですけど家帰るとねやっぱ子供とかがいてねこうなかなか撮れないんでいつも仕事帰りコンビニとか寄って明かりの元 こうやって動画撮ってるんですけど今日もそのパターンです <laughs> なのでねあのー、ちょっと仕事終わりで疲れてるんですけど何かしゃべりたいいなと思っってて動画を撮っていますそして本日は何をしゃべろっかなと思ってたんですけどあのー、ななツイッターの DM だったか YouTube のコメントだったか忘れたんですけど 前にね、あの50代で、えー、年収1,000万以上稼いでる人がいるっていう話をちらっとしたんですけど、まあ、そのおっちゃんのことについて話を聞きたいって質問質問じゃないですね、えー、そういうコメントを頂い,いたので今日はその話をしようかなと思っております。 1からじゃないですけども説明しますと私もともと佐川の、えー、委託会社に入ってましてで初めは宅配ドライバーだったんですけど、えー、次にマネージャーっていうマネージャーみたいなね立ち位置になって社長の2番手みたいになって、えー、そういった従業員の勤怠だったりとか、えーまあ、給料面だったりとかクレーム担当とか。 まああのー、パンクしそうなところの、えー、応援だったりとか休みが入った人の代わりだったりとかいろいろな、えー、仕事をしてたんですけどまあその時にね、あのー、まあ普通宅配ってねあんまり関わらないんですよね。あのーまあ、隣で積み込みしてるおっちゃんと喋るぐらいでまあもう離れたらね全然関わらないんですけど僕もねそのおっちゃんと、えー、全然関わったことなかったんですけど。 まあ実際、このマネージャーみたいな立ち位置になって従業員のことをいろいろ知らないといけないですしまゃる機会も増えてきてでまあそのおっちゃんとなんか良くなったんですけどえまあも,もともと、ねあのー、それぐらい稼いでる人っていうのはあのうちの営業所でまあ結構噂になってたんですよねあのおっちゃんはむっちゃ稼いでるみたいな。 もももととうその佐川の社員さんとかもねあのおっちゃんが、えー、この営業所で <laughs> 店長よりも稼いでるみたいな話もね、えー、してやったりねし,してるぐらい結構有名なおっちゃんやったんで、まあ、どんな人やろうなーってずっと気にはなってたんですけどあんまりその関わる機会がなくて喋る機会もなかったんですけど、まあ、そういう立ち位置が変わってマネージャーみたいな立ち位置になって、えー、関わるようになって、えー、非常にね、あのー、面白い。 まあ一言で言えば面白いワイルドなおっちゃんやったんですよね。まああの、見習っていいとこと、あかんところがすごいはっきりしてるおっちゃんで <laughs>、まず見た目はやっぱりもう、ちょっとわ悪そうなね、あの、昔のトラック野郎みたいな、ああいう、なんていうんですか、ワイルドな、悪そうな感じのおっちゃんやってね、あの、そういう人が、まさか宅配やってるとかみたいなね、風貌やったんですけど、 でまああの性格も、まああのー、ワイルド、ワイルドな、な何て言うんですかね、もう昔のおっちゃん、おっちゃんっていうかね、結構ワイルドなんですよ。ゴイゴイ怒るんでね、運転とかも <laughs>、駐車とかもね、そこ止めたらあかんやろみたいな感じでもね、なんかね、止めたりしゃうる時があるんでね、もうね、あのー、クレームは結構もらってやりました。 いろんなところから。の、この、全然宅配関係ないところからもね、あの、うちの前に勝手に止めてやるみたいな感じでもね、クレームもらったりしてあってね。まああのー、まあ厄介なおっちゃんちゃい、厄介なおっちゃんやったんですけど、<laughs> 真面目なとこはすごい真面目やったんですけどね、まああかんところはすごいあかんおっちゃんで、あの、いろいろ、まあそういう注意とかもね、あの、しなあかん立ち位置やったんでしてたんですけど、でまあ俺も、 ほのおっちゃん50で俺20とかやったんでね、もう息子より下みたいなね、えー、年齢やったんでね、あまあ全然言うことは聞いてくれやらなかったんですけどね。まあ俺でもやっぱあかんことあかんって言ったりしてたんですけど、でもまあ結構仲良かったんですよね。まあほのおっちゃん結構クレームもらわるんで、そのクレーム対応俺が行かんとダメなんで、まああの、必然的にね、そのおっちゃんのいるエリアに俺がいることが多くなって、えー、まあ 一応反省はしてくれやるんですよね悪いなみたいなお前みたいな若いやつにそんな頭下げに生かして悪いなっつって、えー、そういうなんかおっちゃんがもらったクレームで俺が対応しに行った時はあの昼飯ね一緒に飯食いに行ってあの絶対におごってくれやりました <laughs> たまにねあの休みの日とかねあのかぶった時は普通にプライベートで夜とかご飯食べに連れて行ってくれやったりね ししてましたね立ち。立場的には俺の方が上なんですけど、まあ、年齢的には、ねまあ、圧倒的に向こうの上ですし、あのー、もちろんね,、あのーねまあ、給料的にはまあ俺もその時は一緒ぐらい稼いでたんでとうとうぐらいやったんですけど、あのー、年齢的にねお父さんより,んより上,は上ぐらいなんですかね30ぐらい上なんでお父さんより上ぐらいやったんでねあの結構ご飯とかおごってくれやってすごいいいおっちゃんやったんですけど。 まなんせね、あのー、なんかね、風貌も悪いですし、あのね、何が一番悪いってね、あのー、ギャンブル依存症なんですよ、ほのちゃん。で、借金がめちゃくちゃあるって言ってあったんですよ、ほんで、ちゃんとそのした額もわからんっていうぐらい、むちゃくちゃ借金やって、とりあえず、あのー、毎月30万ぐらい払ってるって言ってったんですよね、借金返済だけで。 えぐいんですよ、ね、だからでそれも全部そのギャンブルで、えー、作った借金やつってやってもうねあのギャンんまダメなんですけどほんまってか絶対ダメなんですけど宅配中であの荷物がねあの、まあ、一回途切れたっていうか、まあ、ちょっと休憩する時間とかあるんですけど、まあ、そういう、まあ、今ちょっと時間空いたなみたいな時でもパチンコに変わるんですよ。 もちろん着替えてですけど佐川のねさすがに服は着ていかわらんすけどあの着替えてねあの私服に着替えてまあ30分でももう何やったら10分でも時間があったらパチンコ屋かわるんですよこれぐらいあのー、依存症やったんですよねでこれが一回あのー、うちのうちのね、えー、うちのじゃないな佐川の社員さんが見合ったんですよで うちの社長に連絡がいってあのパチンコ屋に行ってやったみたいな情報が入ってうちの社長に行って社長から俺に話が来てで俺が確認して「うん行ってるで」みたいなね普通に言わるんでね「<laughs> 何が悪いねん」ぐらいでね言わるんでね「いやいやいやさすがにさすがにでも私服に着替えてるといいけど。<laughs> さすがにねまあでも何とも言えないですよねまあこまあ、ま、でもダメなもんはダメなんで休憩してるときといえどねまあまあ難しいんですけどねまあでもやっぱりそれはもう仕事中はねあのやめてくださいっていう話をねしてる何回もしたんですけど俺でもやっぱ治らんかったんですよねやっぱその病気なんでしょうねもうほんまに10分でもあったら怒りますでも ななん,なんやろもうなんか気づいたら行ってまうって言ってやったんでねほんでもちろんこの競馬とかもしてやりましたしいろいろなギャンブルにも手出してやっていろいろなことにも手出してやったんでねでもう100万稼いでも月100万稼いでも,もう出る方も多いんでパチンコで負けたりもうねずっとしてやったんで競馬とかでずっと負けてやる 負けてっったんでやっぱね稼いでも稼いでも出ていく方が多かったんでねでまあなかなかワイルドな生き方やなと思ってたんですけどでもまあ尊敬できるところはやっぱりそのすごい尊敬できましたね。だいたい月に100万以上稼ぐってとんでもないことなんですよ。あの普通難しい相当。 相当難無理じゃないんですよもちろんもう稼いでやったんでね 50, 50代で全然無理じゃないんですけどもう相当頑張らんと無理なんですでそのおっちゃんはやっぱりそのただただお金が欲しいっていう理由だけなんですけど相当頑張っていろいろ考えて努力してそこまでいかったんでやっぱそれって相当すごいことなんですよねまあ難しいです <laughs> まあ難しいですよ うーん軽貨物宅配だけで100枚行こうって思うのは相当難しいですねほんまに何百人に一人とかそんなレベルちゃうかなと思いますしかもねそのおっちゃん夜もねなんか土方のバイトしてやったんでね派遣会社で、えー、毎日行ってやったんですごいんですよねだからむちゃくちゃ耐力あるんですよほんで一回あの木材かなんかを足の上に落とさってほんで本時なんか安全靴 履いてやらんかってで木材を落として右足の指が全部折れたことあるんですよねこれでも着てやりましたからね <laughs> これでも配り続けてやりましたからねすごいんですよねなんせいやこれでもね個数落とさずね、えー、ずっとね配り続けてやったんでねでねこのおっちゃんワイルドすぎてね生命保険とかそういうね保険も一切入ってやらないんでね 「保険の治療したらいいじゃないですか」っつって「ほんなもん保険なんか入るか?」って言ってやってね「いやそういうとこ尊敬したらダメなんですけどね <laughs>」「いやなかなかワイんだなおっちゃんやってね足の指全部ね追ってでもねあの個数落とさずね毎日配り続けてやったんでねほんまこの人やばいなと思ってましたねで,、まあ、でも何がすごいってやっぱそのもう寝ずに働かありますねやっぱ早いですし 朝くんのもめちゃくちゃ早いですしあのー、積み込みがなんやろうむっちゃきれいで早いです朝の積み込みがもう普通の人の3倍ぐらい早いしね大体みんな3分の1ぐらい積み終わったかなっちゅう時にはもうそのおっちゃんも全部積み終わってるんで伝票の整理も全部終わってますしもうなんせねその極めてやりましたねだからもうこの、うん、もうほんやろう 住所っていうかこの電票荷物を、えー、車に積みながら電票を抜いていくルートをもう決めあるんですよ大体いいね、えー、やり方がいろいろあるんですけど先に電票を抜いて、えー、行く順番を決めてその通り荷物を積むとかねいろいろやり方あるんですけどもうに関係なしに、えー、手前にある荷物からこう取ってって。 電瓶を抜いいてて、えー、車の中に積んでっていうなんかねすごい特殊なね、えー、やり方をしあったんでねなんでそんなんで行くルート決,まら決められるんですかって言ってたんですけどねちょっと口じゃ説明しにくいんですけどねなんせねあの積み方が特殊であのー、普通やったらちゃんと整理しんとわからんようなことでもこのおっちゃんのねやり方すごい特殊でねなんか。 うん、口ではちょっと説明しづらいんですけど、積み込みがすごいなんか特殊やったっすね。ほんで、めっちゃ綺麗なんですよね。で、むっちゃ早いっす。で、朝、誰よりも早く来て、誰よりも早く積んで、朝、誰よりも早く出てやりましたね。ほんで、帰ってくるのはやっぱ遅かったです。結構もう、8時過ぎぐらいまでずっと配り続けてやったんで、これをずっとね、続けてやったんで、やっぱすごいなと思います。ほんで、個数もむちゃくちゃ落としてやったんで、 いやすごいなぁと思いましたね。でもまあクレームもね、やっぱ見た目がない、いかついし、その言葉もね、この、なんやろ、ちょっともう、きついんですよ。あんまり敬語使えへん人で <laughs>。だからダメなんですよね。ダメなんです。向いてないんですよ。<laughs> そういうセールス系とか営業系とかね、ああいうなんか人と接することは向いてない人なんですけど、 だからね、あの言葉遣いがね、ちょっと乱暴なんですよね。でも、これでもね、あの個数は落とさあるんでね、まあ、なんとも言えないですけど、俺は多分、向いてへんなと言ってました。<laughs> おっちゃん多分、向いてへんで、つって。こ <laughs> んな乱暴な言葉使う人、いいひんで、みたいな。すごいね。でも、悪気はないんですよね。悪気は全然ないですよ。全然ないんですけど、言葉がね、ちょっと乱暴に聞こえるんですよね。 どうしてもともとね東京の人じゃないんでこのおっちゃんもねもともと関西での人なんでもともと関西弁ってこう東京の人からしたらこうちょっときつく聞こえるみたいで俺もこの関西人なんであの普通に友達と会話してるようなことでもかんえ東京の人からしたらえ喧嘩してんのみたいな <laughs> 感じにね聞こえるぐらいやっぱ関西弁ってちょっときつく聞こえちゃうみたいで。 でなおかつそのおっちゃんはちょっと更にきつい感じやったんで余計ねクレームもらっちゃってたんでその辺はダメやったんですけど何、まあ、せでも誰よりも頑張ってやりましたねでもそのやっぱ尊敬されているところは尊敬されてましたねこの年代でも50歳でもその年収1200万ぐらいえ稼いでやったんでやっぱその辺はこう夢があるっていうか。 も俺も1,000万ぐらい稼げるんやみたいなね4050のおっちゃんらでもこう希望をお出しやりました俺もいつかあの人みたいになるみたいな言ってやる人もね中にはやりましたしあんなクレーンもらわんといては <laughs> もらわんといてやっては言ってましたけどやっぱそういった給料の面ではこの尊敬されるようなおっちゃんやったんでそういう意味ではほんまになんかすごい人やったなぁと思うんですけどまあだから めうんだから自分なりのやり方を見つけるのが一番近道やと思うんですよね稼ぐ。もう俺もその前何回か動画で言ってると思うんですけどそういったコミュニケーションを取って、えー、自分なりのやり方で、えー、不在率を減らしてえー、配管率を上げようっていう動画を何回か、えー、してると思うんですけどまあそれも言うたら俺の何やろまあ我がババじゃないですけど。 まあやり方なんで、やっぱ稼いでる人っていうのはそれぞれいろんな技を持ってやるんですよねこの個人の。このおっちゃんもこのやっぱね何て言うんですかねもう積み込みがやっぱ口では説明しにくいんですけど特殊な積み込みをしてやってもう普通の人がそれをやったらもうどこに何の荷物があるかわからんっていうようなやり方でもおっちゃん独自のやり方でそれを全部把握してやるんですよね。100何十個っていう車に積んんであるんですけど もうパンパンンなんですよだからもう隙間がないんですよ全然もう綺麗にビチッと積んでやってでなおかつどこに何があるかどういうルートでもあるからこれをさっき手前に置いてるっていうのもね、あのー、全部把握してあるんで普通積み込む前に決めるんですよで決めてから、えー、乗せていくんですけどほのおっちゃんはそうじゃないんでね、あのー、もう積みながらね決めていくあるんでねむちゃくちゃ早いんですよね そういう特殊なやり方っていうか自分なりの技を持ってやったんでやっぱ稼いでる人っていうのはなんやかんや自分なりの技を持ってやるんでまずそこをあの見つけるのが一番近道なんじゃないかなとやっぱ気づいてくるんですねこうしたらもっと速くなるんじゃないかなとかこうしたらもっと稼げるんじゃないかなってやっぱ気付くタイミングはあるんでほ時にそに自分なりにやってみて。 で配管率とか上がったらそれをもっともっとあの深掘りして極めていくっていうのがやっぱ一番近道なんじゃないかなと思いますしまあ年収1,000万超えようと思ったらもちろんえ朝早く来て早く積み込みして早く出るっていうのは絶対なんですよねまあこれは絶対でほんで遅くまで配るっていうのも絶対なんですよね。それをしたらえまあ1000万は ちょっと言い過ぎですけど、そのおっちゃんはね <laughs> まあそのおっちゃんはちょっと凄す,すぎるっていうのもあるんですけど、まあ、1000万はまああれやとしてもまあ800万ぐらいだったら、まあ、全然いけると思うんでもちろんあの50歳でも全然50代でも全然800万ぐらいだったらいけると思うんでまあそれをするにはやっぱりその朝早く積み込みして早く出るっていうのは絶対条件なんですよねそれは。 で夜もあの6時なんかに営業者帰ってきたら全然無理なんでやっぱ8時ぐらいまで、まあ、7時か7時半とかまあ最低でも7時半ぐらいぐらいまでまあ不在はね1個でも減らすように努力して7時半ぐらいまで配るっていうのも、えーまあ、絶対条件になってくるのかなと思うんですけどまあその辺を、まあ、朝早く夜遅いっていうのを、えー、守ってればまあ800万ぐらいはやっぱ。 いけるのかなぁと思いますね、まあ、1,000万はちょっと特殊ですね。もうほんまに数百人に一人ぐらい、まあ、100人に一人とかぐらいなんですかね、かなとは思うんですけど、特に1,200万やったんでね、あのおっちゃん年収は、まあ、かなりすごいなぁと思うんですけど、まあ、1,000万超えるっていうのもなかなかやっぱ努力しんと無理なんで。 まあ、ほんまにすごい人やったなと思う多分ほんな人は俺は他にも聞いたことないですね1200万以上稼いでる人っていうのは、まあ、中にはいるんかもしれないですけどねどんなやり方してんやろうなと思います逆にほんまに9時とか10時とか配ってやんでもそんな遅くまで配れないんでね確かうんい,いけんのかなわかんないですけどほんな遅くまで <laughs> 配らないんで普通は逆にクレームもらっちゃうんでね <laughs> まあだからどうやってそれ以上 それ以上稼ごうと思ったらどうやって稼ぐんやろうなぁと思うんですけどちょっと限界なんじゃないかなと思いますその月収100万ぐらいがおそらく宅配の限界値なんじゃないかなと思いますその時の単価が130円やったんであのおっちゃんの1個の単価が130円やったんでまあそれ以上稼ぐとなったら1個の単価を上げるかぐらいしかないんですけど130円でね えー、月収100万っていうのは相当すごいことやなと思うんで、まあ、皆さんの、えー、これからやられる方の単価がまあどうやら大体130円ぐらいじゃないんかなと思うんですけどもしかもっと多いかもしれないですけどこれやったらあのまあ年収まあ月収100万いったら十分ですけどね社長っ <laughs> ののすよ。 なのでまあそう考えるとえー、まあ60万70万ぐらいやったら、あのー、先ほど言った朝早く行って早く積み込んで早く出て、えー、夜はがっつり7時半ぐらいまで配り続けるというのをやってればまあ6070ぐらいはあのー、まあ現実的に見えてくる数字じゃないかなと思いますさらに、えー、極めれば100とかいくんでしょうけど100近くはいくんでしょうけど まああの寿命を縮めるだけなんで見てるとねほのおっちゃんを見てるとあの寿命を縮めるだけやなと思うんで、まあ、そこまで無理せずに、まあ、7080あったら十分じゃないかなと思うんであの現実的にあのその辺を目指していただけるのが一番かなと思います、はい、ちょっとねあのほのおっちゃんの積み方をねあの実演できたらいいんですけどね多分実演したとしても あ、俺にも無理やなって思いましたしみんなねそのおっちゃんの詰め方を見ててもみんなあ、こんなんどうやってわかんねんって言う,言うてやったんで多分ねそのこのおっちゃんにしかやっぱできひん技やったんでねちょっとあんまりこの現実的に今例えば俺が別動画でそのおっちゃんのれ詰め方を実演したとしてもあの真似できる人は多分いないと思います。 なのでねあのー、やっぱそういう自分なりの技を見つけるのが一番近道なのかなと思いますはいちょっとね、えー、今日いろいろ疲れてあんまり話がまとまらなかったんですけど今日はそのおっちゃんについてお話をさせていただきました他にもねあのー、面白い話いっぱいあるんですよいろんなクレームもらったりねあのい、ー、ろんなね いいろんんな人がいたんだようちの従業員はあのそういういろんな人の話もねあのしたりねできたらいいなぁと思いますどんだけね1ヶ月むっちゃ頑張って朝早く来てあのむっちゃ頑張ったのにあの全然稼げへんかったおっちゃんの話とかもね逆にねしたいなと思うんですけどね何がそのおっちゃんは一体何があかんかったんかみたいなね話もねどっかでしたいなと思うんですけどまた明日明日もねあの何か しゃべりたいなと思いますんで、こんな23分を聞いていただいてありがとうございます。ぜひチャンネル登録してお待ちください。明日こそは10分ぐらいの動画にします。<laughs> ついついしゃべり続けちゃうんでね、すいません。しゃべるの好きなんで申し訳ないです。明日はね、10分ぐらいにギュッとね、内容をまとめてお話ししたいなと思いますので、チャンネル登録してお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。